はい、皆さんこんばんは。パワープロ2022阪神タイガースペナント続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあね、いつも通り出番プレイ、チャンスになると俺がプレイしていく。よろしく。で、先発はこれは伊藤ですね。で、DH 制はどうなったんや、ベース面。はい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 。だ、マルちゃんが調子うんこなので、ここはヨウカワを行かせたいと思います。で、まあこんな感じかな。ミートがここのこの6、7のミートが低いっていうのがちょっと大丈夫か、まあ、大丈夫と思いたい。で、これで今回は行きましょう。で、試合開始と。中野が使えるようになるのは交流戦終わってからかな。終わってからやな。うん。打線よ、奮起しろ。いきなりチャンス。相手は松本。見送って、球は速いぞ。スプリットか、142、いいとこ。スラーブ OK。 これは流してナイス。さあ、これ近本回っていけるんじゃないですかね。オッケー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 。さあ、まずソフバン相手に幸先よく先制していく。これが基地と出てほしいものですね。ロハスの一郎張りのバッティング。おお、なんとか抑えて、そして打ってホームランを。どうなる、チャンスできて、ヨウカワ。見送れ、見送って、これも見送って、ボールは荒れてますよ。前室とか。ゴリラの一発、センター一歩も動けず。振り向きもせえへんかったな。あれはギータか、センター。今季第2号。1本目も俺の手によって打ったような記憶があるんですけど。いいね。いやー、ペイペイドームいいな。コントラスト、この配色非常にいいですね。めちゃくちゃ見やすいです。さあ、伊藤ものらりくらりと抑えてますね。打たれてはいるんですけど、こう打たれて、さあここはさすがのソフバン打線、まあ、一筋縄ではいかへんぞと。同点に追いつかれてサヨナラ負けか。いや、打たれすぎやわ。14安打も打たれとる。中谷に打たれたか。いや、マジか。これ阪神出る喜びお前感じとんちゃうぞ。中谷、俺がパワープロでね、めちゃくちゃ重宝してきた中谷に打たれました。俺がね、めちゃくちゃつこてきた中谷。森下が今季2本目、空砲になってしもたな。すまねえ森下。やはり小畑の能力がちょっと低いのかな。早く中野が戻ってきてほしいものですけど、中野が戻ってきたとしても、まあ、ショートは小畑固定。ただ小畑はちょっと2番ではないわ。くー。さあ、1戦目一瞬で終わりましたね。
2戦目いきましょう。先発は秋山行かせたいところではあるが、ここはもうちょっとてか秋山疲労も溜まっとるしな。青柳さん行ってもらいましょう。青柳さんの次西とかでいいんちゃうか。これなんとしても勝ちたいよな。で打線に関してもこれあんま動かさん方が良さそうな感じはあるな。うん、動かさなくていいんじゃないですかね。さあ出番設定、ここはねもう森下、またまた森下に注目していきたいと思います。ここ数試合めちゃくちゃ森下に注目してますけど、打率をね下げたくないの。俺が操作することによって打率をキープしたい、高打率をキープしたい、そういう思惑があります。いいやん、うん、相手投手もえぐいよ森下、このソフバンの投手陣から打ってこそ一流や。頼むで。157、反応すらできてない。これ入るんちゃうか、球場狭いし。 OK、 関係ないわ、うん、球場狭いしとか関係なかった。さあ最前列かな、叩き込みました。2試合連続の一発、めちゃめちゃ甘いコースに来た。すごいことになってるぞ阪神打線。2回一挙8得点、超絶ビッグイニング。ピッチャーはもう泉に変わってますね。これ現実マジか。だ森下も最後まで、まあこれでいいよ。森下はもうこんでいいと思う。1年目とかは全然これでいいっす。ただこれなフル出場に起用設定でしてへんから変えられる可能性があるんよな、特に若手。いやあのコース絶対ストライク言うから振った方がええな。これも今季大、はい快進撃止まらん、進撃の森下。おろろ、これはもうもっと研究戦と抑えれんかもしれんな森下は。これ他球団は、しかしソフバン打線は一筋縄ではいかんぞ。もっと開くな、点差開けておきたい。スモリに変わってますね。また打ちづらい投手やで、ね、これやばいだろう。どうやって打つねん森下もうドン引きドン引きです。エゴシ以上に俺との相性がいい選手見つかったな。森下ですわ。もうこれ愛人の域超えてますね。もう制裁やろこんなん嫁やわ。いやこらもう新しい嫁捕まえたで。おいごめんエゴシ、浮気してまうわ俺森下に。こんだけ相性良かったらお前じゃ満足できひんわエゴシよ、すまんな。これからは森下の時代や。もうこんなどうでもいい、ボテボテのピーゴロとかしょうもない、どうでもいい。もういや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 、何何何何何何
相手はほんまにソフトバンクかこれ。一体どうした猛虎打線。いきなり目覚めるやんけ。たまにはね単打狙ってみてもいいんじゃない。いや無理やな、森は打てんわ。うん、そら打てません。はい、はい、1試合目のたまっとった鬱憤を晴らすかのような、もう大爆発ですね。大爆発も大爆発やん。本日3ホーマーの大活躍とかいう、もうちょっと並外れたルーキーが入ってきました。ちょっと怖いですね。もう逆に今後森下を操作せん方がいいって気がしてきたね。ここまでもう相性良かったら逆に怖いっすね。いやー機能してるね。近本と小畑機能しまくり。まるちゃんもこれ打ってひん人探す方が難しいで、全員打ってるもんだこれ。いや梅ちゃんはまあしゃあないわ、スランプやしね。青柳さんありがとうございます。中継ぎ休ませられました。大爆発しましたね森下。いい意味で大爆発やな。スペ的な意味でな、爆発したんちゃうで。いやーこらもうええもんね、選手取ったわ、ええの取ったわとかいうレベルちゃうねんけど、ありがとう。先発は西。いやもう混んでええんちゃう。た森下は多分ね、CP お前頼むぞほんまに。多分 CP はねクソムの親から、あれれれれもう俺浮きまへんみたいなことになりそうな気はするんですけど、まあええわ。こんな1試合3本って今までパワープロやってきた中でも初めてちゃう。なんか YouTube に動画を上げ始めてからおそらく初めてですね。童貞卒業みたいな感じ、気持ちいい。福岡の地で童貞卒業しましたって感じやな。最高。このあとさらに夜の街に繰り出しましょうか。はい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 、近本も2割9分と上げてきたね。さあどうする、どうする、どうする。こっから急にたこ焼き並び出して、なんこれなんこれなんこれ。さあ初のピンチはもう終盤ですね。上林こんわ、一郎出てきまして、パワーのある一郎という解釈で OK ですねこれは。さあしかしこれはまるちゃんの遅い守備やで、ほんま。もうちょっとアジリティ高めて。グラシアル、これ敬遠したとてよな。出てくるのはギータで、ギータの方が当然怖くて、だグラシアルも怖くて甘くて、そこには小畑がいて、ナイス。残念、そこは小畑だ。警戒すぎる。エラー持ちがついてないんはやっぱでかいな。エラーついてる選手はね怖い。小畑はエラーついてへんから。ここで1点許す。あーこれなー、2試合目勝ったとはいえ勝ち越さんと意味ないで。西交代していいんちゃう。西これもういいんちゃうかな。鍋じいとか言っとく、久しぶりに。全然鍋じい登板機会ないしな。たまには投げさそう。三森なあ、フォームもっとえぐいぞ。変えたってもええのにな、これ。固有で作るの難しす、難しすぎだろ、三森のフォームは。だから汎用フォームなんやろな。はい、近本。サードに投げて、出てくるのは上林。いやー安牌というね、打者が一人もおらんのが怖いところ、自動アウトの選手が一人もおらん。
しかしここは田野、ここはタスカル、ラスカル、上林抑えと思ったらな、グラシアル やからな。ただ鍋爺完璧、好リリーフ。ここは俺の采配ってか系統が的中したな。負けたけどな。まあ相手がソフバンということをね思えば、一勝できたことでも御の字に近いだろうこれな、ほんまに。このね投手陣野手陣考えて相手のよ、一勝できたことさえもほんま嬉しいわ。しかも18点で相手の防御率がもう大爆発したからな。チーム防御率えぐいことになったの。いやー栗原の決勝ホームランか、聞いたなこれが。いや森下な、一本一日一善おじさんになってまうんよな俺。でも4割はキープか。まあ、今回の動画はほんまあっさり終わったな。まあ、森下のホームラン3本あったとはいえ、ロハス劣化始まっとるやんけお前。はい、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。じゃあ次回ねオリックス戦から続きやっていきたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。